こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。なんか新鮮やね。今、兵庫県姫路市と滋賀県長浜市ですか、そちらは。はいはいはい、はい。長浜市がつながっております。ハンガイさんから自己紹介を。僕ですね、滋賀県長浜市で小江塚さんと、まあ、同業のお店を、はい、やっております、はい。簡単に言うと、島村さんとドラッグストアさんと、ドンキョーテさん足して3で割ったようなお店、おギュッと縮めたお店やってます。わかりやすいです、はい、そんな感じ。結構雑貨関係がうち多いですけどっていうお店でございます。それの姫路バージョンです。はい、楽やなそれ。ね、まあ、一応僕たちは姫路でやって、こちらが、社長です。はい、はい、私が社長で、はい、僕が副社長で、兄弟です。はい、ということですね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとした企画をやっていきたいんですけれども、はい、ほうほう、近づけるみたいな。うちこれ売れてますけど、そちらにはありますもん。ハンガイバーグでございます。イエーイ。お互いにとってメリットあるからね。そうですね、です、視聴者の方とかの反応が良ければね、仕入れ先をちょっと、仕入れ先、仕入れ教えたいね、仕入れてね、はい、教えてよ、ちゃんと仕入れ先。もちろんもちろんもちろんです。今回しかも結構厳選して、絶対ハンガイさんとこないやろなってやつをほんまに本気で選んでます。マジで。いやマジでハンガイさんのライブめちゃくちゃ見てますから、ね。はい、だいたいね、見合いっこしてるとね。そうある。まあまあやっていきましょうか。まあまあちょっとやりましょうやりましょう。まあ、ちなみに MC 務めるのはあの菊池亮介です。いらんことしてんの。似とるよね、やっぱね。このためだけに帽子を買ったらしいんですよ。全然ファンちゃうやん、広島。アジファンです、はい。菊池さん、どっちから行ったらいいの？はい、じゃあ、美味しいところは、まあ、ハンガイさん持って行ってもらいたいんで、うち先行にしましょうか。ということで、トップバッター、小江塚社長。どうぞ。はい、うちのですね、ライブの視聴者さんにはもうすでに紹介してあるんですけど、バナナの接触冷感の抱きクッションでございます。非常にもうひんやりしてるんですけど、何よりね、この可愛さポイントでございます。足もあるし、こういう感じで来ましたか。はい、最初はちょっとポップにね、まあ、でね、これ結構まあまあいいお値段するんですけど、1900円プラス税で2090円するんですけど、よく売れております。はい、これ追加しました。追加もしてます。追加して今もう50個ぐらいかな、トータルで。はい、これまだ皮剥いてないバナナやんな。皮剥いてないですね。そうですね、頭こうなってますからね。これ結構ほんまに僕、はい、MC で完全にこっちに寄るんですけど、ね、結構ほんまに冷たいんですよ、これ。かなりひんやりしてる。あと、まあ、こういう、どうですか、木の板とかにこうやってちょこんって座らしとくと、すごいディスプレイ映えもする。僕今自分のフォロワーさんのコメント見とかなあかんな。っていう声が多かったら、僕仕入れするパターンかもしれないですしね。あ、まあ、うちにあるかもしれないですしね。そうですね、そうですね。じゃあこれを聞きましょうか、はい、聞いてみましょうか。ハンガイさんのところにはこれありますの？ありますの？ないね。でも追加するほど売れてるんでしょ？売れてますよ、おすすめです。売れてますし、これね、この顔がついてないパターンと手足がないパターンは去年ぐらいやったんですけど、それもめちゃくちゃ売れました。うんうんうん、そら知らんわ。なんかバナナが売れるみたいです。バナナが人気。なんか知らんけど。それでは次、ハンガイさん。じゃあ僕も、まあ、ライブと、インスタとかでちょっと紹介したことあるんですけど、これわかる？これ椅子のブロック。椅子をね、たくさん積むんですよ。ほい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 。意外とね、だってイメージこんな感じかな。何壁？待望の。待望か。椅子ブロック、こう椅子をね、高く積み上げる。バランスゲームなんですけど。ゲームですか。チキンレースみたいな感じですか。そうそう、まあ、なんていうの、いっぱい積んでってみんなで。で、最終的に崩した人が負けみたいな。で、こんな感じで、椅子がね、いろんな種類で72個も入ってる。あ、大きさとか形も違かったりするわけですか、その一個一個が。形が結構ちゃうんですよ。面白い。で、まあ、これこのままボックスになってて、この中に片付けられると。正直半信半疑で入れたんやけど、もうすでに2回追加してるんで。はい、
3回目追加せんとこかなと思ってるんやけど、ああなるほどなるほど、売り場見たらもう1個しかなかった。ちなみにお値段の意外と地味に売れてる売れ筋でございます。お値段で999円で、はい、いいですね。ちょうどあのコメントいただいてまして、雑貨増やしてほしい、こういうおもちゃ欲しいってコメントもいただいてます。ぜひちょっと後で考えさんに情報を教えてください。また確かにそれ言ったら分かる。あ、そっかそっか、まだ聞いてないから。あ、ほんまやね。正直者やでね。ごめんごめんごめん、ごめんなさい。はい、まあ、小泉には、はい、ありますの、はい、ないです。はい、うちにはないんです。はい、まあ、よかったら、はい、あの、意外と売れております。はい、まあまあ、ちょいちょい追加してたら、やっぱ、ちりつもでね、あの、僕らも売り上げになっていくし、はい、うん、見るからになんか、売れ残りそうな感じしますやん。うん、ギャンブル感はありますよね。確かに確かに。ギャンブル感あるでしょ。意外とちょっと、万馬券まではいかんけど、まあまあ、はい、配当つきましたみたいな感じ。よし、はい、じゃあ、行きますか、じゃあ。第2戦を行きましょう。はい、行きましょう。これもね、もうないと思う。はい、言っております。勝ちに行きます。マジで。じゃじゃん、ブレススポーツマスクでございます。何かと言いますと、これ全部メッシュになってまして、総メッシュ、全部メッシュ、ね、表も裏も。だから正直マスクとしてその飛沫を飛ばさないという機能は全くは果たさないんですけど、例えば、スポーツね、そうですね、ウォーキング行かれる方とかマラソンされる方、あるいは山登られる方とか、こう密じゃない環境で動くけど、こうマナーとしてマスクはしてる雰囲気は出したいという方に向けての商品。なるほど。で、まあ、お値段、まあ、これもまあまあいいお値段ですね。1100円なんで、あのうちのあるマスクの中では一番高い商品なんですけど、これもこの1年ぐらいずっと追加をポロ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 入れながら売り続けております、はい、けどこれ結構街中でも、はい、されてる方ね。そうですね、街中でやっぱランニングされてる方とか、これつけてる、このブランドのこのブレススポーツをこれつけてる方見かけますので、これは非常に売れております。こちら、はい、ハンガイさんどこにはありますもん。ないよ。いや、この辺が黄色いも出そうかなと思ったんやけどな。類似品とかないですか、そしたら。こういうメッシュ。類似品あるよ、類似品ある。なかなかいいお値段してますもんね。一応なんかブランドなんで、お値段を守らないといけないんです。安く売っちゃダメな商品なんですよ。あ、はいはいはい、はい、はい。安く売ると声塚に商品入ってこないパターン。メーカーから圧力かけられるパターンになるので、全国どこで買ってもこの値段だと思います。姫路城を登るとき楽でしたってことが買ってくださった。ありがとうございます。ハンガイさん、ジェネリックでやってはりますもんね。そうそう、僕はジェネリック。このジェネリックっていう言葉を使うんですけど、その意味をちょっと説明してもらっていいですか。そうですね、あの薬ってね、よく新薬作るとすごいお金かかるじゃないですか。で、初っ端非常に高いじゃないですか。だけど、日本のメーカーさん非常に優秀なのですぐ真似してくれるんですよ、機能もそのままに。いい表現ですね、なんかジェネリックって、ね、確かに。そうなんですよ。それでは後攻第2戦。もうちょっと準備しとくんやったわ。はい、これはさすがにないやろ。こういうやつなんですけど、わかります？キャラクターのエコバッグ。お、はいはい。で、まあ、最初に値段、はい、うちの値段言いますけど、299円なんです。お、安いですね。はいはい。そうね、もうすでに2回追加してます。1回投稿流したらもう軽く50個ぐらい売れちゃうんで。びっくりして。なんか特徴あります？あるんですか？特徴ね、はい、こうやって広げる、普通に広げると、まあ、ただこんなあのコンビニのエコバッグなんですけど、うんうん、これね、お弁当が入るここにマチがあるんですよ。わかるかな、これ。こんな感じ、横から見たらこんな感じ、お弁当の、ちょうどコンビニ弁当が入るマチがついてますと。お弁当が傾かなくていいと。やっぱね、はい、汁物とかあるとやっぱこう傾くやん、こう弁当。傾きます。もう、はい、このエコバッグ、マチがないから。それはそれでいいんやけど、これの利点は、これめっちゃ簡単に元に戻るんですよ。折り目もついてるんですけども、簡単に誰でも元に戻せると。僕これ初めてやるんですけど、戻せるんから、ほんまに。畳んで、こうやって元に、うん、あ、簡単に戻せた。おー、ほんとだ、早い。わかる、初めてやったで、今。もう次はすぐできる。で、ここにカラビナもついてるんで。車に置いとくのも便利ですね。そう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 。うん、あれじゃあ、それは。あるんでしょうか、小江塚にと。ありません。ありません。よし。
いや、焦るね。コンビニ用のエコバッグっていうのは、あの、何種類かご用意させてもらってるんですけど、そのキャラクターでっていうのが、多分ないと思うんですよって、めっちゃぼんやりしてるけど。え、今はい。あ、ないよね、多分。もうだいぶ前やった気がした。売れてんだな。ちょっと見てきて。ちゃんと用意しとんね。なんだ、わかりやすく。一番あの、右上の顔をやってよ。似とるね。こういうコーナーです。じゃあ、それであの、阪神広島行こうや。で、カープの帽子かぶって、三塁側行ったら、菊池さんとか言われるんじゃん。サイン求められるかもしれん。多分ワンチャン、ほんまに言われると思うんですよ。なあ。すいません、なかったですね。この、キャラクターじゃないやつはあったんですけど。はい、はいはい。あの、キャラクターがなかったです。今のところどっちもないっすね。もう30分あっという前で、これ。じゃあ、はい、次行きましょうか。3回戦。3回戦。ででん。モズの靴下あのモズっていう北欧で人気のキャラクターブランドがあるんですけど、キャラクターブランドというかブランド、スウェーデンですね。はい、スウェーデンであるんですけど、最近こういう商品、このモズの商品が結構手に入るようになってきまして、非常によく売れております。ライブで障害者でも結構皆さん、あ、そうですね、はい、うーん、のお客さんからも非常にご好評で、ペラジカっていうあの世界一でかい鹿のをモチーフにしている、はい、まあ、柄が可愛いんですよ、デザインがね、こういう感じでちょっとはっきりとした。あ、でパジャマもありまして、これも上下組ですね、上下セットで、靴下が330円ですね、税込み330円。服屋さんですよ、うちうちも服屋ないのな。はい、でパジャマ税込み3190円となっております。2190円。では半谷さんとこにありますの？ないよ。うちあのブランド弱いんやよ、ジェネリックやで。あー、なるほど。いいとこついてるな。あ、じゃあ3回戦、はい、半谷さん、はい、いや、まあとりあえずちょっとここまで正攻法でいくわ。そんな飛び道具みたいなのあるんですか？飛び道具あるあるある、もう危険な飛び道具や、今コメント入ってたけど。次、これペットボトルホルダーの保温タイプ、保冷保温タイプのやつ。ほう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 。まあ、こんな感じで、ペットボトルのこれね、500ml と、あ、600ml。最近麦茶とかね、ちょっと600ml 多いやん。はいはい、そうですね。こういう感じで簡単に、こんな、中身こんな感じで、これね、真空に、二重構造って言ってたと思う、確か。で、これペットボトル入れて、これ関東にこれウーロン茶 600ml なんです。500ml も当然入りますし、こんな感じで、こじれて、まあ、引っ掛けがある。ただ、持ち運びも楽と。で、色が、結構新色も出てきたんで、オレンジ、ブルー、グレー、アイボリー、ベージュか。で、白とかあるんですけど、まあ、なんか知らんけど、めちゃくちゃ売れる。ほう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 。オレンジですね。オレンジしか残ってないよ。一番売れそう売ってる。なるほど。ほんまに。え、おいくらですか？999円。軽く200個超えました。すごいですね。だゴルフとか行っても全然こんなんありやと思うで、うん。いい、めっちゃいい、めっちゃいいです。ということで、まあ、これは小泉さんにはありますかと。ないですよ。何この売れ筋知らない？あの、ペットボトルホルダー。その形は、そのね、はい、感じのやつはないですね。そうですね。これは極端に売れてます。これめちゃめちゃ売れますよ。姫路にこのオレンジカラーを。はい、もうなんなら僕、半谷さんのところにあるオレンジ引き取りますんで。よしよし、じゃあまあ行きましょうか。次もポイント入る。ポイントこれね、もう0対0の一番どうなんですかね、勝負として。よしよし、それで行きましょう。じゃあ4回戦、小江塚のターン。いや、楽しいな。はい、これはね、もうパジャマの中でバカ売れというか、かなり気がついてます。ジャイアン。柄が2種類あるんですけど、これまあ、インスタライブでもね、一度ご紹介させていただいたことあるんですけど。まあ、これ実際にアニメでジャイアンがよく着てるやつですね。あ、そうですね。ジャイアンがいつも着てる、上下セットになってまして、まあ、もう一デザイン。なんとも言えない。おい、ロビア！おい、ロビア！モノマネという飛び道具を使ってすみません。これ可愛いですよね、このジャイアンの表情が。おい、おい、ロビア！で、背中はこういう感じでジャイアンの後ろ姿が映ってるっていう商品でございます。なかなかシュールな絵やね。これもツボにはまってしまって、超可愛くて売れてますね。今も追加しましたからね。追加もして、はい、パジャマで一品番で飛んで売れるもんってあんまないんですけど、
こちらに関しては。このニッチすぎる。はい。はい、今、事故ったっていうコメントいただいておりますけどね。副社長のモノマネ。もう全然もう安全運転ですよ。もうこれ、安全運転っていうかもう、うちのライブのあの、平常運転。そう、さっきからね、コロワーさんが欲しい、かわいい、入れて欲しい、両方欲しいです。もう答えは出てますか、ほな。はい。はい、さん、はい、ここにはありますもん。ないね。これはちょっとね、教えてほしい、確かに。今、我慢できんから、今、ここで教えてほしいぐらい。ああ、ちなみに。ジャイアン以外もあるんですよ。これ、ドラえもんも一応。あ、そうですね。あの、ピカチュウとかもあったやんな。やっぱり、ドラえもん、ピカチュウ。でも、まあ、圧倒的ジャイアンでしょ。そうですね。可愛いのはジャイアンですね。うちの中で売れてんのはジャイアンですね。うん、一番癖。なぜか。一番癖。それでは、ここ。はい、じゃあ、行きますね。もうこの辺まとめていってまうわ。うち一応服屋、衣料品屋ですけど、めちゃくちゃ売れる衣装の南高梅。悪だやろ悪だやろ、これバカにしたらあかんのよ、はい、梅干しですか。梅干し。ご飯と一緒に食べるあの梅干しですか。そう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 。はい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 。めちゃくちゃ人気なんすよ、これ。あ、そうなんですね。ちょっとね、量が多くなって、ちょっとお値段があのメーカーさんも変わって、売れ方はちょっと落ち着いたんですけど、あの1ヶ月、まあ、70個ぐらい売れます。スーパーと比べてもらうと、むちゃむちゃお得な内容になってます。まあまあ重いで、450g。普通スーパーでこれぐらいの値段で見てもらおうと思うと、うんうん、まあ980円ぐらいは平気ですると思います。だって紀州の南高梅ですもん。確かに。で、やっぱ蜂蜜が一番人気で、もうこれ1本でもいいぐらい。あ、そうなんですね。でも、お値段は799円。安いですね。で、8% という感じで。うんうん、これ、おまけ。まとめてきた。まとめてかかってきた。食品。うちのバカ売れミックスナッツ。もうこれね、マジでむちゃくちゃ売れるよ。はい、いや、僕も見ましたよ、ハンガイさんのライブ。強立食品さんって言って、あの、うん、スーパーとか、はい、お酒売ってるとことかで結構高く売ってるんで、こう、やっぱ、おつまみ。ああ、はい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 。で、これ6袋入って、うちは199円。これ多分ね、普通に買ったら400円か500円ぐらいするらしい。あれですね、あの、レジ横とかにこう、置いてる感じですね、酒屋さんとか。そう、地味に置いてるんやけど、うん、気づく人はまとめ会社ある。さっきの梅でも、梅酒作って、つまむと。うん。これね、これね。それで梅酒作ってからのね。なるほど、なるほど。からのね。ハンガイさんのレジ近くはやばいです。やばいですよ、うちのレジはもう。これは小江塚にはありますか。ありますか。ないですよ。食べ物が一個もないんで、だから多分ハンガイさんもそれで食べ物ないやろなっていう決め打ちで今日食べ物全部でかかってきたと思うんですけど。僕も意外とやってんかったんやけどね。やり始めたら結構お客さん喜んでもらえるんで。あ、そうなんですね。でもライブ視聴者の方、あのお酒好きの方が多いですね。ああ、まあ確かに、うちで、そうですね、ご覧になってくださってる方は、お酒の話になると、ワイワイ盛り上がりますね。はい、どこでも売れると思うので、おすすめ。あ、そうなんですよ。正直、正直、ここだけの話、248円ぐらいでも売れるから大丈夫。はい、あ、そうなんですね。まあ、ショップカードのプレゼントとかでも、ね。そういうのは喜ばれるかもしれんね。はい、248円で売れるから。バレてる。さて、じゃあ、最後、第5回戦。はい、小江塚のやつは何でしょうか。最後かな、ね、一応これが最後だと思うんですけど、はいはいはい、スーパーソックス、とある大手メーカーさんが作っておられる靴下なんですけど、24時間匂わない靴下っていう靴下です。男性用です。で、どういう仕組みかっていうと、ですね、ニューブリーズファイバー、これはあの特許取ってる繊維なんですけど、そちらを素材に使用していて、匂わない、蒸れない、そして吸水力アップっていうことで、まあなんせ、まあ一言で言うと匂わないです。本当に。僕足臭いんですけど、僕の足も匂わない。足臭い。何のカミングアウトやね。はい、ちなみに今、あの、何対何ですかっていうのが、どっちが勝ってるんですかって、これ、あの、どっちも 0-0 の引き分けです。いや、それ、いいやん。不毛な戦いじゃないからね。お互いだってメリットしかない戦いしてるから、ね。逆に、一番平和、はい。0対0が一番面白いというか、一番勉強。そう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 。はい、でこれ実際にどっちも今入ってます、はい、片方これで、片方この匂わない靴下で、片方普通の靴下を入ってます。これ何、菊池さんが家具パターン、なんかね、奇遇でどっちもそれやってて今。あ、じゃあ菊池さんのやつを嗅いでみましょうか、僕が。
いや、これほんまにでも匂わないんですよ。マジで、うん、で、ハンガイさんも自分の汗臭くないって思っておられるかもしれないですけど、実は実は知らないところで家族が迷惑してたりする可能性もあるので、ちょっと。ああ、わかる。はい。はい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 。え、普通の、町の普通のやつに言う。普通の方に言うのしか、まず。嫌やな。うわうわもう、A おっさんのね、一日中履いた靴下、かなりきついよね。これはやばい。僕は大阪に仕入れてました、ね。ああ、そうか。あ、なんか展示会行ってたね。そうっす、うんうん。で、こちらがスーパーソックスと言われる。これがスーパーソックスの方なんですけど。あ、まあ、まあまあ、ほぼ匂わんわ。ちょっと匂うこともあるけど、ほぼ匂わん。すごいね。ああ。もういやもう全然違うんです、ほんまに。なんかわざとらしいと思われるかもしれないんですけど。確かに匂わ、匂わね。はい。これは、いや、はい。ちょっとね、やらせちゃうんかって思われるかもしれないですけど、実際ちょっと。ちょっとエンターテイナーなんですよ。皆さんも試してみていただけたらと思います。嗅いでみたいっていうのすごい、すごい。でもこれ、ハンガイさん動き出しましたよ。はい、ちなみにこれ、ハンガイさんありますの？あ、これありますの？これこれ。あ、ないないない。もう普通にない。ないのが当たり前。ないないない。もう、はい、ないからこれいこう、これ。はい、匂わないついでにうちもこれ行くわ。じゃじゃん、まあ、僕タオルソムリエっていう免許持ってるんですけど、タオルには人一倍のこだわりを持っておりまして、ここに書いてある洗濯100回洗っても匂わない。おー、わかる。ほんまに匂わないタオル、はい、美容院とかってさ、もうパーマ液とかいろいろつけるとすっごい匂いするやん、うん。あー、やっぱある手もある手も落ちんで柔軟剤ガンガンかけあるんやて。なるほどなるほど。でそうすると肌触りが落ちてくるんやけど、はいはい、これは逆に柔軟剤を入れなくても匂いがつかないから非常にいいと、うんうん、そういう業務用なんかに使うんであれば、うん、うちねジェネリックなんやけど、はい、これちゃんと定人、あ、定人さんの繊維の有名、日本の有名メーカー定人さんの、はい、パンクローネっていう抗菌防臭糸をそのまま練り込んでる、耐久性がめっちゃあると、うんうんうん、めっちゃ興味あります。確かに確かに、匂いで匂い匂わないってやつ、あ、言いそうになったけど、あ、まあないんですよ、うち。はい、言いますけどないです。素直や社長うちはタオルはね、結構力入れてる方ではあるんですけど、そうですね、タオルソムリエにはかなわないですけど、なんかあえてタオルソムリエやから、はい、今回タオルは選んでないんですけど、あ、そうですね、タオルソムリエでタオルで挑むのはちょっとあかんやろっていうことで、負けるやろっていう話で、そうですね、抗菌防臭はね、確かにありますけど、匂わないってもう言い切れるっていうのはなかなかないですからね。100回洗っても匂わない、うん、確かにそれは当然ちゃんと検査してますから、検査して匂わないって、はい、うん、こうね、匂わないレベルっていうのがある。それ教えてほしいですね。教えてほしい。需要はありそうですから、それは売れそう、普通にうちでも売れそう、うん、そうですね。一応ね、これフェイスタオルで299円、はい、うん、ああ、うん、結構お手頃価格で、バスタオルで799円、あ、お手頃価格でございます。いいっすね、うちでもぴったりあります。安ねーです。安ねー。でも正直もう100円高くても売れるよ今見ていただいてる声塚の視聴者の方は一旦忘れてもろて、いやいやいや、それはうちもハンガイさんと同じ、一旦忘れてもろて、今日ね50人に聞こえてる、あ、聞こえてたんですって、ハンガイさん、ね、気をつけないといけないですね結構1時間ありましたけど、すいません、1時間お付き合いいただいた、視聴者の皆様、ハンガイさんも引き分けというかもう、はい、平和、はい、ウィーンの、ウィーンの結構多分なんか仕入れ先とかぶってるかなと思ったんですけど、意外と探してみると全然かぶらない。意外やね、全然知らんかったまたちょっとハンガイさん、また練って次回企画も考えましょうよ。またそうね、お互い扱い品目はいっぱいあるからねそうですね、そうですね、5から7万点ありますからね、あるある、はい、裏もある。コメントもね、視聴者さん、ハンガイさんの視聴者さんもありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ハンガイさんのライブですね。はい、よかったら毎週僕も金曜日の21時から定例ライブをやっておりますので。何分間やるんでしょう。最大で4時間ぐらいですからマックスね2時間半はやったことある